押尾幸太郎の押しても引いても。こんばんは、押尾幸太郎です。そしてこんばんは、南香織です。なんだかこうあっという間に日々が過ぎ去っていくんですけど、もう8月も後半という、夏らしいことみんな多少はできてるのかなってちょっと心配になっちゃいますね。まあちょっと今年は特殊ですけどね、旅行も行かれへんしね。まあそうなんですけど、まあでも、もうちょっと頑張ろう。そう、こんな夏もあったねっていつか笑って言えたらいいなと思いますけどね。はい、ね、自粛したよねみたいな、私だってほら夏の家すごい楽しいですもん今。水浴びして、汗かいたら水浴びしてっていう、あえてちょっとクーラーとか我慢して汗かいて水浴びして、でまた家事して水浴びしてみたいな。それでも代謝が良くなっていいですね。そうでしょ、なんかね、サウナ水風呂みたいな感じなの今、すごい楽しい。南カルネイはサウナってことですね、だからね。今の日中はね、マンションの日中はね、皆さん真似しないでくださいね、我慢せずにクーラーをかけた方がいいからね。私はあえて、すぐ水風呂浴びるので。でもそれ節約もできて良かったりしますね。そうなんだよ、水風呂気持ちいいんだよね。さあ、順次ですね、押尾幸太郎さんの新しいアルバムから曲をお届けしているんですが、こちらですね、ラジオネームしもさん、京都市伏見区からいただきました。幸太郎さん、香織さん、こんばんは。こんばんは。幸太郎さん、ニューアルバム発表おめでとうございます。待ってました。押し引き終わった後にすぐにサイトを確認しまして、即ポチッと CD も発注しましたって、予約してくれたんだね。ありがとう。アルバムのタイトル、パッセンジャーになった経緯とか、アルバムに込めた曲の思いとかもぜひ押し引きでも順次聞かせてほしいですね。緑音感で聞いたゴールドラッシュやエデンも聞きたいのですが、ずっと休日外出を控えめにしている身としては、週末旅行という曲も聞いてみたいな。ここ半年以上旅行に行けていないので、週末旅行の気分も味わわせてほしいですという。まあこのパッセンジャーというのはね、初回の時にもお聞きしましたけど、ちょっとやっぱりこう旅行みたいな。そうですね。旅というか、まあそんな自分がこう旅人のようにですね、写真を撮ったものをこう、写真というのは絵になるんですけど、はい、まあ、それをこう音楽、音にしましたっていう、そういうアルバムになったと思ってるんですけども ね。だから浮かぶ絵は皆さんそれぞれの絵が浮かぶわけだけどね。はい。なんかね、で15曲入ってるんですけど、全部で16本のギターが使われてて、これ先週お届けしたあたりの大好きなエデンは、あのね、これもね、初めて聞く名前だと思うんですけど、コリングスというね、コリングス、アメリカのギターです。はあ、うん、結構ね、前から持ってたんですけども、普通にちゃんと録音したのはもしかしたら初めてかもしれないですね。メインで。はい。なんかその今までライブとかレコーディングで使わなかったギターもちょっと火を当ててみようかっていう。そう、それこそゴールドラッシュって曲はですね、まあ亀岡ギター、はい、ね、なんですけど、亀岡ギターはもうライブでしか使ってなくて。あ、そうなんだ。じゃあレコーディングが良くないんかと。ほう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 。思われそうじゃないですか。まあパッケージングとして残してないわけですからね。うん、で、いやそんなことないだろうと思って、でレコーディングでしかもアップテンポの曲を亀岡でトライしたみたいな、これがまた良かったって。そうなんや。そうなんです。で、これリクエストもらったのが、はい、週末旅行っていう曲なんですけど、これは何のギター？これはですね、もうこれもよく使ってるパプースっていうちっちゃい習ったよ、パプース。ミニギターと、はい、あとはスティングミニっていうマーティンから出てるチューニングがナッシュビルチューニングっていう12弦ギターの高い方の弦だけ張ったっていうチューニングがあって、ちっちゃいギターがあるキラキラしたやつ、はい、ソロの曲もあるんですけど、その2つ、2本がですね、はい、デュエットでやってる曲でございますけども、ね。あ、そうか、だから15曲だけど16本のギターなんでね。そうか、そうだね。そういうことかな。結構ね、パプースとウクレレとかね、パプースと何かっていうセットで結構録音してる、このシリーズ好きなんですよ、はい、僕は。あ、そうなんですね。パプースと何かやってますっていう。これがみんな初めて聞くでしょ？ライブでは2曲しかやってないから。そうですね。これはもう、まあこれなかなかライブでやろうと思ったらどうしようかなと思ってるんですけど、まあ2本で演奏してるんで。そうだね。まあパプースで演奏するのかなとか思いながら、まあでも、日本で演奏してる、はい、なんかね、本当に風を感じる、なんかこう週末旅行ってなんかこう待ちに待ったちょっと小旅行なんですけど、はい、そうなんですよね、ちょっと小旅行、はい、一泊だけのね、なんかそういうのいいじゃないですか、そんな遠くまで行かないけどちょっと小旅行、そう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 みたいな、ね、そういう気持ちいい曲です。はい、聴いてもらいましょうかね。はい、じゃあ押尾幸太郎のパッセンジャーの中から、週末旅行。いらっしゃいませ。ここはギターバー幸太郎。リスナーのエピソードをマスターがギター一本で音楽にしてくれる粋なバーです。今夜も世界に一つのギターカクテルをお届けします。いらっしゃい。こんばんは。いいとこに来た。なんかあるんですか？嫌な予感しかしない。ほら最近ほら女子に人気のほら、タピオカ。タピオカ、うん、最近、まあもう古いけどね、タピオカね、それがね、
もう生きてるタピオカ。いつもおかしな話ですよ。タピオカはね。ほら。なんで、なんでピチピチしてんのこれ。ちょっと待ってよ。タピオカ。違うと思うな、おしおくん、これ。違うかな、これ。マスター、これタピオカちゃうんちゃうかな。なんかほら、田んぼにあったよ、なんかタピオカが。あ、それね、おたまじゃくしやと思う。そうかな。おたまじゃくしになってないよ、だってまだ。もう少し泳がしてて、手が出てくるから。あ、そう。そうだと思います、タピオカ。タピオカはね、こんな動きしないんですよ。あれ、芋なんですよ。似てるけどね。似てるけどね。食感とか。確かにね、うん、飲んだんですか、うん、いや、この場来たくない。こちら、オムライスはデミグラス派さん、堺市来たくない。うわ、めっちゃ想像してもうた、今。カクテルいっぱいの。堺市来たくからいただきました。マスター、こんばんは。いつも聞いています。おうち時間を楽しもうと、ちょっと奮発して、なかなかのお値段のグラスを買いました。大事ですね、こういうのね。これを使って飲むと何倍も美味しく感じますよ。私はお酒が飲めないので、もっぱらノンアルコールですが、とても美味しくて口当たりがいいのです。麦茶、アイスコーヒー、カルピス、氷がカランと動く時の音がまた綺麗なんですよね。暑い外を歩いていると、早く帰ってあのグラスで冷たいものを飲みたいと、そんなことさえ思います。本当のバーのオーダーみたいですが、マスター冷たくて美味しい飲み物、お願いします、という。そういうご注文がマスター入りましたよ。でもアルコール抜きですよね。アルコール、ノンアルコールですね。爽やかな麦茶とかカルピスとかそんな感じかなっていう。ジンジャーエールとかね。まあ、麦茶だったらまあすぐで出ますけどね。うん、麦茶でいいですか？麦茶でか。それ中身でって変わりますか？もしかして。ちょっと炭酸系がいいんですけど。タピオカおすすめです。タピオカ結構です。タピオカ推しだな。じゃあ冷たいやつね。はい。その新しいね、じゃあグラスに入るようなやつ、入れますね、うん、マスターは何でもカクテルにしはると思ってましたけども、またこれ、ええ曲できましたね、これね。ちょっと氷で遊んでみました。そうです、氷ですね。なんかこうギターの弦がキュッっていうのでさえ、なんか氷、そうそう、氷の音に聞こえるわ。素敵、素敵、いいね。なんか、このグラス、縁薄いんだろうね、きっと。口当たりがいいっていうのは。そうなんです、大切に扱わないとすぐ割れちゃうんです。そうなんですよ、洗う時とかね。でも、すんごい軽いんですよ、これでまた。はい。軽くて薄ければ薄いほどと高くて口当たりがいいからね。ワインも違うんですよ、味が。やっぱそういうものなのですか。うん。でも大切にしないと割れちゃうんです。そう。
きっと大事にね、あの好きな飲み物入れてらっしゃると思いますけど、またこの残りの夏も涼しく過ごしてくださいよ、このグラスとともに。こういう贅沢いいね、ちょっとおうち時間楽しむのにね。ね。うん。さあ皆さんもぜひぜひこのギターバー孝太郎にお越しくださいね。いつもネット版で毎週お届けしております。最近あったこと、思い出深い出来事などなど、マスター孝太郎に話してみてください。宛先です。メールはお塩アットマーク mbs1179.com、 ファックスは 06-6809-9090。 あなたのエピソードからマスター孝太郎が世界で一つだけのギターカクテルをお届けします。たくさんのお便りお待ちしております。以上、ギターバー孝太郎でした。押尾孝太郎の押しても引いても、大阪府出身アコースティックギタリスト押尾孝太郎と、奈良県出身シャベリスト南香織が MBS ラジオからお送りしています。さあこの押しても引いてもにも遊びに来てくださったことのあるウクレレプレイヤーの近藤俊樹さん、うん、だ去年の、ま、俊樹さんとか俊樹くんなんだけどね、去年の9月に来てもらって、年もんで親戚のおっちゃんみたい親戚のおっちゃんみたいでもね、あの僕あの一回ねテレビで一緒にやらせてもらって、題名のない音楽会かな、その時にあのとしきと、はい、もうまるで親子共演なんですね13歳だからね、私としきほらご飯粒ついてるな、ほら分かってるよもうお父さんみたいなそんなショートコントのような感じで、はい、まあ、そうそう、わあ嬉しい、ね、でもその押し引きで共演したのもあるからね、ありますね、それも、それ、うん、押し引きがあって、で、うん、まあちょっと、あ、そうなんだ、押し尾孝太郎と一緒にやってもらえたらみたいな感じでオファーが来たんですよ、はいはい、うん、それはなんかね、もう本当にあの最年少でこう頑張ってる人たちって、うん、すごい天才少年少女特集の中に、うんうん、僕はその伴奏で生きたっていう、あ、そうなんだ、もう保護者みたいじゃないですか、本当保護者でなんか、ね、あ、もうエリーガンデル押し引きはほらとか、メニュー家具はズボンちゃっと、はい、よしよし、はい、深呼吸とか言って口うるさいおかんやおかんなまあでもきっとあのとしきくんはその現場で心強かったと思いますけどね、お塩さんがそばにいてくれてね、すごい楽しかったんですね現場ね。でね、その近藤俊樹さんがですね、実はあの無観客有料配信ライブをされるというので、ちょっと皆様にご紹介したいなと思いまして、うんうん、タイトルがね、近藤俊樹いつゆく2020オンラインショーライブラバーズ from ビルボードライブサポーティッドバイカシオというタイトルで、うん、なんとビルボードであるんです、ビルボードライブで、すごいね、はい、だから最年少出演者、うん、ビルボードなんて、いや大きくなったね、としきも、そう、でもまだ若干13歳やけど、ね、いやすごいですね、まあ、でもそれで、まあ、あの無観客ライブ、ね、有料配信ライブをするということでね、そうですよ、ちょっと、うん、まあね、ちょっとまた大人びた表情の、うん、あのちょっとおしゃれな雰囲気をちょっとこう映像で見てもらえるってことでしょ、うん、そういうことです ね、お家で見られますのでね、うん、8月23日日曜日、こちらが16時から配信スタートで70分予定ですから、まあ、いつものビルボードのライブのあのサイズという感じでしょうかね、うんうん、でオンライン視聴料がなんと2800円で見られるということでございますので、うん、チケットは現在発売中なんですが、その8月23日の16時配信スタートなんですが、その時間に見られなくても実は大丈夫で、次の日もですね、あの8月24日の16時まで視聴が可能なんですよ。なのでその次の日でも見られたりするので、うんうん、チケットは8月24日月曜日の12時までに買ってくだされば、その日の夕方まで見られるということ、好きな時間に見れるということですね。そう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 、まあでもね、8月23日日曜日の16時に配信スタートだったら、まあ、リアルタイムの生放送の、まあね、できればね、近藤に会えるという、ね、うん、方なのでね、詳しくは近藤俊樹さんのホームページをぜひご覧いただきたいと思います。アーカイブもあるということで、なんかね、あのカバー曲をみんなからリクエスト募ったんですって、うんうんうん、なので皆さんからのリクエストの曲も演奏してくださ なるほどね、すごく楽しくなってね、そうですね、ぜひね、ちょっと私も会いたいなと思うので画面越しに会いに行こうかなと思いますけど、うん、さあ、じゃあそんな近藤俊樹さんのですね、新曲をお届けしようと思うんですが、はい、8月12日に配信がすでに開始になっているんですが、なんとですね、ラドウィンプスのなんでもないや、うん、あの君の名はの主題歌ですね、あ、はい、これをね、このコロナ禍の中宅録でカバーしてるらしいんですよ。すごいね、家でこう自分で録音したんでしょ。そう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 、うん、でもすごい音良かったよ。あ、本当ですか、うん、すごいよね、今みんなね進んでるよね、うん、
さあ、じゃあそれをちょっと聞いていただこうかなと思います。近藤俊樹さんです。何でもないやムービーバージョン。さあ、番組にはね、いつもたくさんのリクエストとかメッセージが届くんですが、うん、こちら神戸市垂水区のナナナさんですね。ナナナ、はい。小太郎さん、香里さん、こんばんは。こんばんは。まあ、何でもパソコンやタブレットでメモっていたのですが、最近文房具店で万年筆の書き心地にはまり、うん、筆記用具に凝り出し始めました。万年筆をはじめ、最近でとても滑らかな書き心地のボールペンもたくさん出ていて、しかもおしゃれですよね。改めて手書きいいですわ。お二人どんな筆記用具持っていますか、使っていますか、ということで。まあ確かにもうパソコンとかスマホに、メモでさえスマホにするからね、今。ね、僕はどっちかってそうです。かおりちゃんなんか両方使ってないですか、なんか。私はもうどっちかっていうと、ね、どっちかというとアナログなんで、うんうん、書く方が何でも書いて覚えるタイプなので、ペンには結構のこだわりがあって。それは今持ってるやつは、これはね、ジュースアップっていう、メーカーはちょっとわかんないんですけど、名前のペンの04っていう細さが最高なんですよ。0.4 ミリってこと？ちょっと書いてみて。もうね、恐ろしいほどの書き心地の滑らかさなんですよ。おー、いいですね、これ。スル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 っていくでしょ？すごいね。これね、なんかね、ジュースアップ04。そう、2、3年前に発売になったんですけど、そのなんか文房具の世界って結構ランキングがいつも決められてて、ボールペンランキングとかあるんですけど、必ずベスト3に入ってきてる名作と言われるボールペンなんですよ。ベスト3の中の1位とか。1位じゃない。毎年新しいのが出るので、1位をどっかが取るんですけど、ベスト3には必ず残ってるっていう。1位は興味ないですか？ないんですよ、私。はい。一応試して。1位じゃダメなんですか？ 2 位でいいんです。みたいな。で、このジュースアップ04があってんですね。何、試し書きしてもね、これに勝るものはないんです、ね。ああ、じゃあ1位のやつも2位のやつも試したけど、その、これがいい。ジュースアップ04がいい。何年もジュースアップですね。おしょうさん、おしょうさんこそだって楽譜とか結構売ってるイメージやけど。そうでしょう。でもね、うん、最近はですね、その先ほどまた戻りますけど、タブレットに。タブレットに。タブレットにですね、はい、スタッフパッドっていうアプリがあるんです。それは手書きの楽譜が書けるアプリがあるんですよ。だから四分音符書いたら、そのこう手書きで四分音符書くで、それが音符にプンとか変換されるやつがあるんですよ。今までそのそうキーボードとかパソコンのキーボードとか、実際の本当のキーボードで、はい、MIDI のキーボードで打ち込んだやつが音にしてっていう作業だったんですけど、うん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 、そのスタッフパッドはこう音符で手書きで書いたやつをそのまま音符にしてくれるっていう。それはタブレット用のペンで画面上に書いたら、そうですね、まあ、サーフェイスっていう、ね、はいはいはい、マイクロソフトとかでサーフェイスとか、はい、それもペンがあって、最近でそのアップルの iPad、うん、iPad Pro にもですね、アップルペンシルもこう精度が良くてですね、すごいな、うん、それを機にですね、最近僕も手書きをするようになりまして、ほう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 、で手書きでその、まあ、音符以外にもその字を書いたりすることを、はい、うんうんうん、してるんです。いいですよね。私もシュウさんの字とかイラストとか手書きのもの好きですよ、すっごく。ありがとうございます。線に味があって、師匠もだってすごいいい楽譜書かはるじゃないですか、中井沙さんね。中井沙さんはもうそういう本当にシャフペンでちゃんと書かれた、うんうん、なかなか伊沙さんのように綺麗に書けないんですけど、うん、まあその書いてるそのスタッフパッドってアプリはその綺麗な音符になるんですよ、書いたやつが。そうだね、手書きのまんまじゃないんだもんね、うん、それが手で書いてそれを清書してくれるんだもんね。清書してくれる、それが音が鳴るっていうのはそこですか。ちょっと何それ、うん、すごいね。でいくらでもオーケストラでも書けますからね、それ。自分でそのバイオリンとかギターとかドラムとか楽器が入ってある程度入ってて、もうだからフルートピッコロからもうバスチューバーのティンパニーとかいっぱい、もうバイオリンも全部入ってるんですよ。オーケストラの作曲も簡単にできるってこと？作曲もできるし、うん、まあ、それをこう、うん、それも手で書いて、手で書いて、選手してくれるんだ。でプレイバックをしたら再生するんですよ。わー、楽しいね。ということはだからアナログのようなデジタルのような世界にもおしおくんはいるということですね。そうですね。やっぱで結局手で書く方がやっぱり楽ですね。やっぱね、なんかを通してキーボードで打ち込んでそれを形にしていくっていうのが。ね、あとなんかほら、まあ、うちらも覚えることはなかったりしますけど、やっぱ手で書いた方がちょっと覚えるじゃないですか、書いたことも、うん、記憶に残りやすいっていうか。そう、ね、漢字とかそうですよね。あと日にちとか、うん、そう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 、待ち合わせの時間とかを書くって方が、ね、いいと思うんですよ、まあ、別にデジタルを否定するわけじゃなくて、デジタルとアナログのお正月なんか特に融合してますから、共存が素晴らしいなと思います ね、 そうですね、まあ、だからその、まあ、最近そのアナログがダメっていう人はそういう、こうタブレットのペンっていうのも書くっていうのは、うんうん、いやそれめっちゃやってみたい。それめっちゃやってみたい。2回言ったけど。心ときめくわ。ナナナさんは今その万年筆でね。万年筆もいいよね、の書き心地はね。もうこだわり出したらね。こだわりはね、あると思います、ね。文房具楽しいですね。そう、すごい楽しいです。うん、さあ、こんな感じでですね、この番組、おしょうさんへの例えば質問とか音楽的なことでも、ギターのことでも、そうじゃないことでも、何でも結構なので、思いついたメッセージとかリクエストとか、どしどしお寄せくださいね。お待ちしております。
さあそしてこの番組ストリーミングも配信中です。ギターバー孝太郎ぜひアクセスしてみてくださいね。もう一回聞きたいという方、来週はシンガーソングライターのちょっと久しぶり上田まりえさんにお越しいただきますのでお楽しみに。あっという間の30分、お相手は押尾孝太郎と南香里でした。ほな